トルマン・オッペンハイマー・ボルコフ限界とは、中性子星が持ちうる質量の上限である。白色矮星における、チャンドラセカール限界に相当する。現在、推定される範囲はおよそ1.5から3.0、太陽質量である。1939年、ロバート・オッペンハイマーとジョージ・ボルコフは、リチャード・シー・トルマンの研究結果を用いて、中性子星の質量限界を、 初めて計算した。この際、オッペンハイマーとボルコフは中性子星の中性子が冷たく縮退したフェルミ機体からなると仮定した。この仮定から得られた質量限界はおよそ0.7太陽質量であった。これは白色外星におけるチャンドラセカール限界よりも小さい。後に中性子間に働く強い相互作用による 積力が考慮に入れられたことでより大きい値が得られ、現在ではおよそ1.5から3.0、太陽質量とされている。この不確かさは超密度の物質を記述する状態方程式がよく知られていないことに起因する。トルマン・オッペンハイマー・ボルコフ限界は、構成進化の最終段階に関する研究において、重要な役割を果たす。この限界よりも軽い重性脂肪子では、 星の重さは強い相互作用による短距離間での中性子、中性子相互作用の積力と中性子縮退圧で支えられている。もし中性子星がこの限界よりも重い時にはより密度の高い状態へ崩壊するだろう。それはブラックホールを形成する加工生物が変化して他の方法によって支えられる。 クオーク宿体などのより変わった形の仮説的な宿体物質の特徴は中性子宿体と比べてさらにわずかなことしか知られておらずこの限界への反証が見られないことから多くの宇宙物理学者はこの限界を超えた中性子星が直接ブラックホールになると推測している個々の星が崩壊してブラックホールが作られるためには質量がトルマン オッペンハイマー・ボルコフ限界を超えていなければならない。観測的に X 線連星を構成するいくつかの重い天体は大きな質量を持つこと、比較的暗いこと及び X 線スペクトルから構成ブラックホールだと考えられている。それらのブラックホールの候補天体は太陽質量のおよそ3から20倍の質量を持つと推定されている。ありがとうございます。